ごご挨拶ははいいつもおはようございます人間60年も生きてくれば人様に聞いてもらいたい武勇伝やら苦労話やらラブストーリーの一つや二つはあるものらしいので各いう私にもそんな話はあるのだろうかと考えてみたもののことさら是非ともこれだという決定ではなく かといって何もないこともなく年相応のノスタルジーとともにつらつらと語りたくもなります小学校で始めたバレエのお稽古は下手くそなりに体を動かすそして表現をするという楽しみメイクアップをして衣装をまとい別人に変身する喜びに気づかせてもらい長く続けることとなりました 公立の中学、高校時代には部活動は演劇部に所属し熱心に活動をいたしました中学生の時からステージで演技をするということに関しては物おじもなくただただ楽しいと思ったものでした幼い時からバレエでステージに立っていたからでしょうか高校はごくごく平凡な田舎の県立高校で 当時のことですから、まず大学に進学するのが当然の進学校でした。その中にあって、成績もごく普通、進路指導では、中でも成績の良い、原告や古文の勉強をする大学への受験を勧められていたようでしたが、読書が好きと言っても、それを極める勉強に励む自分の姿は、一向に思い浮かべることができませんでした。ところが舞台に立ち、 まるでベルツ人の人生やら苦悩、喜びを表現するのは楽しくてなりません。かくして高校2年生で都内の児童劇団に通い始めることにもなりました。もちろんバレエのお稽古は続けておりました。本格的に進路を決める段階では大学の演劇科、劇団の研究所、舞台関連の専門学校と的を絞って再びピアノの個人レッスンの先生へ。 声楽で通うことになります婚考ね交流文言など懐かしく思い出されます高校を卒業と同時に進撃の劇団の研究所へ研究生として入学昼夜いつ会っても挨拶は「おはようございます」の世界に足を踏み入れ進撃の劇団の研究生としての道を歩き始めました と申しましても実際は母に作ってもらったお弁当を片手に2時間近くの道のりを行き来し同じような年頃の子から大学を卒業なさって入所したお姉さんやすでにこの業界に足を踏み入れて久しい先輩女優を夢見て上京してきたお姉さんたちなどとにぎやかにレッスンを受け歌や踊りフェンシングなど多岐にわたるトレーニングに励み 楽ししいことばかりでしたただ気になっていたのはのうのうと両親の庇護の中通っている私はふるさとを離れ一人都内に住んでアルバイトに励みながら通っている同期生に対して何となく申し訳ないようなそこですでに負けているようなそんな感覚に苛まれたことです。この感情感情覚は その後、今に至るまで、私のどこかに救っておりまして、逆地方コンプレックスとなり、事あるもとに私の行動の前に立ちふさがりました。これは今現在も健在でして、コンテストなどで、隣が地方から見えた方だったりいたしますと、途端に申し訳なさでいっぱいになり、恵まれている環境でレッスンを受けている私は、入婚が足りないのでは、 などといきなり反省してしまったりなかなか厄介な代物です予選を通過しないと決勝にたどり着けないコンテストには毎回予選からひたすら通過を願いますから地方の方は通過をなさっても決勝を地帯なさる方がいると知り大変驚きましたそれはそうですよね決勝は東京まで出てきて チャレンジしなななけければなららないののでですすから技術以前の壁があるわけですね私はもちろん都内は日帰り圏内ですから恵まれていることに大変感謝をするようになりました今になって思い出しますと私の地方コンプレックスは18歳にして確定したというわけです物事の価値観や 物事に対する評価これは18歳ぐらいで決まりその後あまり変わりなことなく大人になっていくのではあるまいかと私には思います。経験が増えることによって加わる価値観はありますが物事の成否や大切なものなどはかなり若い時に決まるだろうと思います。 この年になって思うわけですから、私はそのようです。その後、結婚をする、子供を持つなどにより、自分より大切なものが増えたりいたしますが、根底に流れるものには変わりがないように思います。若い時は、なかなか自分を愛してあげることが難しいのですが、ある時、自分が好きです、と声を出せた時に、 えらく大人になった気がいたしました40歳は過ぎていました同時に母に対して「会いたくなったから来たよ」と照れずに言えるようにもなりました「酸いも甘いも噛み分ける年齢」ということでしょうか今回はちょっと変わった高校生だった私の青春時代のお話でしたさてさて この先武勇伝はあるのかまた来月お会いしましょう続きはサロンでも